はい、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回は昨年11月に購入し、レビューをしなかったこのライトセーバーについてのご紹介です。浦板さんから、サウンド関係のご質問をコメント欄にいただいたのでそのあたりを動画にしてみました。こんな感じのピクセルブレードタイプのライトセーバーで Amazon で15,890円です。サウンドは10種類、ブレードのカラーは RGB で様々な色に調整できます。クラッシュ時の反応がいまいちで、その際のサウンドも小さめな気がします。すべての操作調整をボタン1個でやるのも面倒です。先にそんなマイナス点を言っちゃいましたが、それ以外は総じて満足しています。それじゃあ、10種類のサウンドを聞いていきましょう。いきますよ。これの電源を入れるところから、ボタン長押しで電源オン。そしてサイドボタンを押すと。
以上で全てではないですが、ある程度のグレードカラーチェンジをご紹介しました。いかがでしたか？参考になりましたかね？結構いい製品だと思いますよ。それじゃあ、今回はこの辺で。バイバイ、またねー。